ポッドキャストのお時間でございます。私司会のプロスキーでございます。ゲストはい、ファミツウェブ DVD 編集長ルータンです。あ、どうもどうもどうも。先週のこととはいえちょっと疲れましたね、なんかね。いや、そうですね。そのやっぱルパンさんの、ルパンさんは私より数倍の多分疲労を感じてると思うんです。いやいや、そうですよ。だって一生の問題ですからね。それが重いんじゃないの。何、相手がってこと。その今までの恋愛も相手がすぐ結婚結婚ってお前がブルドーザーみたいにザーってくるから、うーって。待って、だからそこまで言ってねえもんさ。まだ言ってねえもんさ、うん、あ、まあまあ、それ以前段階ですけどね、まあ、今回は、うん、ツイッターすごいですね。ツイッター面白いね。ねえ、多分前にはぴったりでしょ、うん、寂しがり屋の人がなんか、うん、あれを頼りにさ、うん、なんかぽつりとつぶやいてもさ、誰か起きてる人がいて拾ってくれるみたいな、みたいなね。嬉しいね、確かに。本当はあのファミツウェーブの編集部ツイッターよりフォロー数があっという間に上回っていることに、やっぱ小島さんの人望をね感じずにはいられないですよ。ああ、ありがとうございます。え一言多かったね。ありがとうございます。フォルノさんも始めるツイッターはやりません。あの ブログ何にも進展ねえや。いや、とりあえずあのエキサイトブログでそのアカウント取ったんですけど、はいはい、最近いじってなかったですね。なるほど。あのちゃんと、もう少しちゃんとしたら発表しますから。でもあれだぜ、ミクシーもそうだし、うん、あのツイッターもそうだけど、うん、俺やってるとやっぱり「ポルノさんは始めないんですか?」とかすごい来るぞ。ツイッターもそうだし、ミクシーの方もそうだし、もし何かの罰ゲームでやるぐらいだよね、多分ね。もうツイッターの話やめようぜ。3週連続でツイッターの話、うん、そうだ、話もう丸々カットされてるかもしれないです、今のオープニングとか。じゃあ桑原君にツイッター決別宣言をしてもらいましょう。おお、早いな。もうツイッター、そんなことやったらツイッターが震えて泣いちゃうぐらいの罵詈雑言を。今調子乗ってますから、やつは。お前ちょっと待てと。何調子乗ってんだ。もうツイッターが思わずもうこう歯をガタガタ鳴らすぐらい恐ろしい人だと。オッケー、いいっすか。じゃあいきます。はい、3、2。おめえツイッターよ、あれあれだろ、あのフォローついてる人はいいけど、ついてないゼロのやつとかいるの俺は知ってんだぞ。そういう人はすごいかわいそうな感じで、みんな最終的には誰もフォローしなくなっちゃって、みんなゼロになっちゃう。ファミツウェブ用に分析が メール読みます。はい、ポネムヒロさん、はい、プレゼント、あの先週の放送にもありましたが、うん、プレゼントダービーの幻の132回届きました、うん、はい、早速見ました。とりあえず終始喫茶店トークで一緒にどこかの深夜のファミレスに入った気分になりました。オズマさんの群馬トークから始まり、あ、そう、うん、群馬トークした。山岸さんエピソードではなぜかルパンさんと受付嬢が付き合っていた情報を本人不在の中さらっと流すなど、そうだ完全オフモードで話している姿が珍しかったです。そしてプレゼントダービーの時も言っていたポロンさんの合コン話ですが、の相手ひどいですね。それは口内炎も治りませんよ。それと H カップの巨乳はそこまで自意識過剰だと軽く引きま、あー、そうか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 、可愛くないのであれはなおさら、そんなプライドをデブの一言でへし折ってやりたいです。そんなシチュエーション嫌いじゃないです。うん、ありましたね。ポネム男ライダーさん、はい、なんかオガンダムみたいなセンスを感じますねこれね。はい、16歳男性、中2、16歳、そうだね。ポネさん、ルパーさん、いつも楽しく拝聴させてもらってます。いきなりですが、過去の〇〇タイムに周作君の彼女スコップがさらわれて、それを助けようとパンツ一丁で走る周作君と映像があったはずですが、その時に使用されていた BGM がテレビで放映されている稲刈り機の CM で流れています。僕も見ました、それ。あ、そう、稲刈
稲刈り機の CM？ 稲刈り機のあのあるじゃないですか、耕運機って言うんですか、いや、ホンダのガスで動くってやつじゃなくて、そうかもしれないですよ。いや、俺見たことあるかも。え、曲どんなんだ、曲どんなんだ、結構爽やかなフリー音源、そうです、フリー音源の曲なんですよ。ただの稲刈り機の CM なのに、半裸で走る周作くんが頭の中に流れます、助けてください。へぇ、フリー素材だ。たまにね、フリー音源だから被るんだよ ね、 そうだね、使ってるとこが、うん、もろいね。トネムののみさん、はい、お、主婦、おルパンのルータンってあだ名キモいです。オープニングの自己紹介通常に戻してください。どうします。でももうねえ、なんていうの、戻すきっかけがもうね、できたから。うわっ、あ、切ねえ。切ない。あ、そうか。じゃあもう今日からルパン小島に戻しましょうか。おかえりルパン小島。もう ルータンと呼ばれることも呼ぶこともなくなったのです。どうですか、ルパン小島に戻った感想は。なんか嬉しいやら悲しいやら。悲しいんですか。悲しいですよ。未練がある。ルータン、まあ基本的に僕はもう未練しかないですからね、全てにおいて。ああ、うん、だからそんだけ素晴らしいキャッチコピーをつけていただいたわけですから。キャッチコピー、キャッチ名前、キャッチネーム、キャッチネーム、あのニックネームと、ニックネームですけど、ニックネーム、キャッチネーム、キャッチネーム、なるほど。そっちの方がキャッチかなと思って。お、また女性だよ、ポネームヨジャコさん。はい、あ、ヨジャコさん、はいはいはい。あれだと思い出しちゃってるじゃねえか。俺のあの DJ だよ。そうだよ、そうだよ。マイ DJ、ヨジャコから来ました。ポロさん、レーベル読んでくれてありがとうございます。すっごく嬉しかったです。最近嫌なことが立て続けにあって落ち込んでいたので元気が出ました。だからむしゃくしゃすると CD を焼くんですから、ね、ベビーワンモアタイムじゃあるじゃないの、そういうとこ。 PS、 ルパンさん、ブリトニーのリンク貼ってくれてありがとうございます。あと少しでルパンさんの本命の人が決まりますね。ありがとうございます。人生には2つはいっぺんに取れない時が必ずあると思います。でも一つは手に入って幸せになれるんだから、ちょっときつい企画だけど、ルパンさん今後のために目移りしないで頑張ってみてください。女性の意見だけにこれは ね重いですね。そうですね、真実味が。ちなみにブリトリー のリンク貼ったのは野口くんが貼ってくれたの。はい、そうだよ。いや、そうだな、ね、やっぱ目移りしないと追うものは昔の人はよく言ったもんですよ、これね。はい、ポネムゴマスリマンさん、23歳男性、はい、4月号のナナビットチャンネルで読者プレゼントとして登場した青い猫のようなロボットが先日放送されたトリビアの泉の特番で紹介されていました。さらにその2時間後、以前ウェーブに出演されたライムスター歌丸さんのラジオ番組にド発声のマスコさんがゲスト出演し、ヘドラについて熱く語っていました。4月号の発売日は2月26日、トリビアとラジオの放送日が27日、うん、なんという偶然でしょう、思いもよらない出来事にちょっと興奮しています。うんうん、すごい、すごいね。あれか、ウィークエンドシャッフルに出たんだね、じゃあ。あれね、やばいやつ。すごい、あのさ、鼻の動きがもう完全に G スポットを狙ってるからね、あの動きは。まあ、あれ子供の時見たら泣くんじゃねえかな。あれはひどいよね。あんなのばっか売ってんだよね、韓国で。マスコさんで言ってたんだよ、ヘドラについて。うん、確かに陽介がね、その時ね、行ってるはず。そのスタジオに、スタジオの方にお邪魔してるはず。すごい盛り上がった。日本一のヘドラコレクターですか。うん、だってマスコさん別注品が出るぐらいだからね。ね、すごいよね。すごいよね。はい。さあ、ポーネームマンマンさん。はい。おいいね、ここ3年生男性、はい、ポロさん、ルータンさん、いつも楽しく聞いてます。昔のポキャスで2010年に地震が来るなどのことをポロさんが言っていたことを思い出しました。今チリで起きている地震と関係あるのでしょうか。うん、ルータンさんどう思いますか。関係ないですが高校卒業しました、おめでとうございます。おめでとうございます。終わった。ここ地震、そうも2010年来ちゃったよ。アリスカ公園で友達のお姉ちゃんがお花見したら、はいはいはい、それが今年なんだよ。あの時の話って日本でってことでしょ。そうだよ、だってその俺の友達のお姉さんの子供を見て、うん、2010年の地震もこの子は大丈夫だからっつっていなくなったっていうんだから。怖いね。
そういう意味では私の家の立ち退きというのもね、そういうタイミングで来たかといえば来たんですが。どういうタイミングで来たかといえば来たんだ。いやだから、うん、その耐震強度を縦に潰しますと言われて、それは別に立ち退きさせたい方便なんだけども、うん、そういう意味では素直に立ち退いた方が危なくはないと。うちのでもガレージは間違いなくやられるね。建物にこう寄っかかってついてるだけなんだもん。柱がねえんだもん、柱が。危ねえよ、危ねえよ、あれ。地震怖いね。地震怖いね。チリ、だってチリで起きた地震で津波が日本まで来んだよ。いや、そうですよ。すごい、想像もつかないよ。だってそれで何十年か前になるで岩手のあたりが大変なことになったでしょ、うん、あれニュースで見たけど、地震終わった後がやっぱ違うね、日本とね。要はあの本当暴動っていうかさ、略奪。いやいや神戸でもあったんだよね。あったんですよね、阪神の時。竹下さんって僕京都にいました。おうおう、揺れました京都も。めちゃくちゃ揺れました。震度5とか6とか。怖いな、略奪は良くないと思う。ちょっと呼びかけてください。じゃあもし2010年地震があっても皆さんやめましょう。地震があっても地震終わった後は略奪は絶対やめましょう。略奪する間にできることがあるはずだ。はい、ダーツする間にできることがあるはずだ。いや、その通り、おっしゃる通りです。はい、ポネームソープマクタビッシュさん、はい、18歳高校2年生、はい、男性、うん、ファミツウェブ DVD 4月号見てすごく気になったんですが、坊主の〇〇タイムの最初のあのディレクターの人が切れてる映像があったのですが、あれは何があったんですか。すごく気になったのでメールを送らさせていただきました。あれはね、だから例のあの圭一君とか、いやー、小川君でしょ。あー、便所の、あれなんつってたの。あれは僕はみんながそのポルの鈴木さんのことをタカさん、タカさんって呼ぶんですけど、鈴木さんって呼んでもいいんですよねっていうことをすごい真顔でタカさんに問い詰めるっていう。ああ、忘れてたわ。一軒目のね、あの海鮮屋で、もう小川君のあの日のビデオアーカイブなんかね、めちゃくちゃあるけど。だそうです、あの僕の呼び名について彼は切れていた。ポネムクルセイドさん、23歳男性、ニコニコ動画に、あ、ね、マブロス132回、はい、早くもプロされてます。いいんですかね、うん、これも罰ゲームの対象にしましょう。これ絶対同じやつだろ、これ。そうだね。ツイッターの。はいはいはい。これはいいんです。これはいいんです。いいんです。うん、皆さんで十分あの楽しんでいただいて。はい。ポネム立ち上がれさん。お、中3。お、15歳男性。はいはいはい。僕は第2回プレゼントダービーで漁師セットが当たりました。おお。とっても嬉しかったです。ありがとう。僕の趣味は金魚鑑賞なので、水替えの時に漁師セットが大活躍してます。感謝の気持ちでいっぱいです。かわいいな、すげえ。ちなみに僕の学校ではほとんどの人がポキャスを聞いてます。なので漁師セットが当たった時は学校内で結構な有名人になってしまいました。やべ、体に気をつけて頑張ってください。俺その学校行きたいな。嬉しいメールだね。金魚鑑賞なので水替えの時にゴム長がゴム役立ってんだね。あのエプロンと、あれ濡れても平気だから。いや話だわ。ちょっとブカブカだけど来てね。かわいらしいじゃないですか。すげえ、ほとんどの人がポキャスを聞いています。想像もつかない状況だね。月曜学校行ってポキャス聞いたって会話を中学3年生が。それはすっごい嬉しいね。するってすげえ嬉しいね。嬉しいね。寄付とかした方がいいよね、この学校に。なんか送った方がいい。なんか朝礼台とかなんか分かんない。ちょっとなんかあの過去のやつ何個かバックナンバー図書室にな入れて、ポータブルの DVD のあれと、そうそう、ゲームとかもいらなくなったやつ全部は持ってった方がいいよ、それ。兵庫のどの辺なんだ。先生に怒られそうだけど。いや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 、素晴らしいですね。素晴らしいことです、はい、おはがきもサクッといきますか、はい、神奈川県、はい、K さん30歳男性、ウレールゲームさん、マジコンの件考えさせられました。これについていろんな人の意見を聞きたい、うんうん、
ボースの〇〇タイムネタだと分かっていますが、あの気まずい空気、正直見ていて気持ちのいいものではないです。ナルビットチャンネル死ぬほど笑いました。ドラえもんロボ最高、見ていて気持ちのいいものではないない、神奈川県 K さん36歳男性、はい、ボースの〇〇タイムの真ん中の人態度が悪いななんてことにならなきゃいいけどあ、なるほどね。インサイド XBOX 見てるけどそんなにうまくないの知っているしあれああそうかそうか、うん、今回のかディレクターの性格も分かっている古参の人にはいいかもしれないが新規読者的にはどうだろう。次回応じかけがあることを期待。真ん中の人なんてことにならなきゃいいけどと、まあ、あの仕組みを知った上で心配なさってますけど、だって内澤さんなんて怒ってるとこ見たことないもんね俺。ないね、うん、本当に唯一よく俺は見てないけど、あの秋って俺らの同期のやつが言うのが、うん、もう現役時代にもう締め切りに追われて、うん、もう内澤さんが渡辺さん、当時渡辺美樹さん副編に、はいはい、できんものはできんって切れてたって言いそう言いそうすげえと思って週刊誌作ってて、もうギリギリのタイミングなのにいやできんものはできんって、うん、俺それは言えねえわと思って言いそう言いそう。それ覚えてます内澤さん、なんすかクロスかなんか、え、なんかの記事でギリギリになってもう早くしなさいって言われたんだけど、できないもんできないですだからそういう切れ方はするけど、誰かが粗相があっててめえ何やってんだよとか言ったことないんじゃないですか内田さん。多分知らないのか、そこまで多分言わないけど、あのじわじわ精神的に来るようなことは言うことはあるなるほどね。当時振り返るとちょっと目は怖かった時があるあ顔は怒ってるぞ、顔は怒ってるなみたいな。でも荒げないですもんね、だから荒げない、うん、声は、うん、子供が悪いことしてもピシャリとは怒んないですか。じゃあこらとか、あこらとか怒鳴ったりはしない、あのダメだよって言いつつなんかじわじわ後で接していくような感じでお子さんいくつですか今、お子さんいくつですか。今4歳。4歳に嫌な坊ちゃんじゃねえか。4歳にじわじわはやめましょうね仲はいいですよ、大丈夫ですよ、仲はいい、仲はいいですよそじわじわ系やめた方がいいですよ4歳にはこれ なんかみんなあの静岡県 Y さん26歳、はい、ルールゲームオスターの公開収録希望します。ああ言ってるね、うん、それと紙面33ページの応募締め切りが2009年3月29日になっていました。またご紹介、ま、ご だ, いやすいません、もう1文字のご紹介につき、はい、もう1回お前のケツに向かってダーツを飛ばすみたいなスティーボーみたいなことしますよ、ね、それやりましょうか本当。そんぐらいやらないとダメ。聞きましたか。いいですか。じゃあ、今月末発売のファンツー FDVD5 月号、はい、ご色1文字あるたんびにダーツ、はい、一発僕のケツにケツに投げます、はい、生っすよね。当たり前じゃないですか。です 生でバスッと行きましょう、受けましょうすごいですね。ゲームオスさんの公開収録が見たいという人が先週のツイッターにも意見がありましたが、ね、一応あの本編中にあの言ってたんだよね。なるほど、うん、それでだと思うんで、一応だからそこは木村ディレクターとちょっと相談して、はい、これやったらいいですよこれね。ね、面白そうだよね。大阪府 H さん24歳男性、 XBOX の顔である内田さんの顔のアップがものすごく年を感じましたそうは言っても内田さん実年齢よりは若く 見られるタイプですよね。今お40歳、ジャスト4ですから。てかでも40歳だからね。40歳には見えないでしょう、うん、それから XBOX の仕事やっぱちょっと疲れるお、来た、逆やっぱその逆パターンが来た。メーカー純正の仕事はまあいろいろ気を使うのかなと。やはり使います、やはりそこはね。あんな綺麗なタレントの子もね用意されて、ね、怖いね山口ひかりちゃん。にちんこまんこも言えずまあ言う必要はあんまねえんだけどな俺でも見たことないな俺あのほぼ毎日 XBOX は起動してます、はいはい、モダンオフェア2を、はいはい、でそのため起動するために内田さんのニッコリ側もあのサムネイルで見てますが、インサイド XBOX あれ尺はどんぐらいなんですか1回。7分から8分ぐらいです。じゃあ1回これ見て、うん、疲れを僕も確かめたいですね。お、来ました佐賀県、佐賀県 N 君、はい、13歳
男性、はい、うん、魔界村のド S の川村里香さん、綺麗、僕はド M 川村里香さんの人、最高です不思議などういうこと、魔界村のド S の川村里香さん、綺麗、綺麗、僕はド M 川村里香さんの人、最高です、僕はド M、 佐賀弁ってのは難しいですね僕はド M、 僕はド M、 川村里香さんの人、川村里香さんの人、川村里香さんをやってらっしゃる川村里香さんは最高ですってことだな、多分だから川村里香さんが最高だって、13歳でド M っていや多分そうなんじゃないか13でド M ってどういうことなんですか、なんか痛いことに対して気持ちいい、13歳でもう分かってるんじゃない、アナニーとかしてるかもしれないですね、もうなんなんいや、え、アナニーって何なんだと思います、アナニー、穴はなんとなく分かるんですよ、その、うん、いわゆるちゃんと言ってください、お尻の穴ですよね、うん、きっと、で2位が分かんないですよね、うん、2位、はい、簡潔に説明していただいていいですか、簡潔に言います、アナルでオナニーするんで、アナルでこうやってか、自分で、あーそれ気持ちいいんかい、知らないですけどもうアナニーって言葉になっててびっくりしました、僕も、あ、もう言葉になってるんだ、そっちの二丁目系の人たちがまあしてたのが、なんかそのドライオーガズムという、はいはい、射精のない絶頂が男性でも味わえるっつって、はあはあ、まあまあ、あのケツの穴いじると立つよなさすがにもうここまででしょ、ここまでですここまででストップです平井由美さん忘れてた、お元気ですか、痙攣薬漬けがいいかアナニーがいいかどっちも嫌ですよね、そりゃそうです、どっちも嫌です、東京都 K さん23歳男性、佐治木くんをもっと出してほしい、はい、おー珍しい、珍しくないか、うん、佐治か、うん、佐治、でも今佐治忙しそうにしてっかんな、そんなことねえだろ、いや結構大変見たよ、あとこれ最後はい、お便りの部分にもみじのイラストがいっぱい書いてあるやつを選ばれたんですが、あのラジオでなんだよってすごいねどうすんだよこれでもまあまあ綺麗だね、でも紅葉の一応4月号のアンケートで何ですか、トリノかな、カナダトリノじゃねえや、あ、カナダのなんだあれ、バンクーバーの、ああそういうことかな、中野さんね、あ、名前読んじゃった、なんかこうメッセージ的なものは、メッセージ的には1000円でいいと思うと書いてあります1000円でいいと思うこの紅葉目に優しい、嬉しいですね、でも一個一個手書きだからねこれね、まあ、うん、意図がわからないですね別にね、この人がこれを書くのはいいけど、うん、ラジオのお便りで読んでくださいって、これ選ばれた、うん、チョイスされた人にこれを入れとく、ね、あいつ、まあ、ディレクターのセンス、あいつバナナじゃねえよこれをなんて紹介すればいいんだ、知能テスト、何これ、お前ふざけんなよ本当にさあ、そういうわけでお送りいたしました、はい、ポッドキャスト214回目、お相手はポズキとルパン小島でした、おう、はい、さらばルータン、さらば